いいパンチ持ってんじゃねえか。それでこそ、俺の生き人形だぜ。イエス！はい、どうも。アニメリアクターの財前です。こんな感じのリアクションやアニメに関する動画を毎日投稿していますので、ちょっとでも興味があったらチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてアニメのリアクションや感想を先に見たいよっていう方がいらっしゃいましたら、下の概要欄やシークバーからチャプター機能をご利用ください。はい、というわけで今回もやってまいりました。シャドウハウス見ていこうと思います。第11話ですね。もう最終回一歩手前ということで、もう毎週毎週癒され続けてきたシャドウハウスですが、前回、もうめちゃくちゃやばい状況になってて、ミリコが完全に僕と解釈違いを起こしてしまって、ちょっとパニックなんですけれども。まあ、あれがどう解決していくかだよな。あのコーヒー飲んでからだもんね。マジで、ちょっと取り戻す旅をちょっと見たいなっていうふうに思います。帰ってきて、ミリコ。それでは見ていきましょう。シャドウハウス第11話。よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、ミリコがちょっと壊れちゃってる。コーヒーに飲まれて。そういうこと？変容してしまってるのか。そうかそうか。常にコーヒーのせいで、ブレちゃってるんだな。そういう風に作られてるんだ。やっぱりそれぞれ個性はあるんだな。その効き目がうまく出てるかうまく出てないか、本人の個性がうまく合致してるか合致していないかでまた変わってくるわけなんだよな。あ、この歌詞に感動します。いやー、とてもいい歌詞だなという風に思ってます。いやー、なんていい歌なんだろうなって。あ、そうだ、ラムがさ、あれされちゃってんだけど、顔のない人形に落ちちゃったんだけど、大丈夫なのかな？ダメなのかな？いや、もうわからん。どうなるんだろう。まったく、わー、ジャムもシャーリーも。でもさ、オープニングに出てるってことはさ、大丈夫なんじゃないの？と思うんだよね。さあ、なるほど、なるほど。生き人形の生き方はすべておじい様のコーヒーを飲むことによって形作られてきているというような感じなんだろうな。だからこそ、ミリコみたいな自分の心に常に従って生きている女の子は貴重だったわけよな。ああ、ここの歌詞いいわ。ここ刺さるよね、やっぱり。この物語のすべてを暗示しているのがここの歌詞なんじゃないかなと僕は思ってます。いいよな、でもこの曲。なんかこの世界観をうまく表してるゴシックな感じというか、中世風味というか、いいよね。でででででででん、ブン。さあ、リボンとバラ。基礎知識は全部まとまってるわけか。この生き人形とシャドウとは何かっていうことね。あ、そうなんだ。だから知らなかったんだね。これエミリコの部屋か。ああ、パンちゃん。ああ、すごい、上手に扱えるね。パンちゃん、エミリコ戻ってくるといいな。
いいな、ケイト様も。真面目すぎないとこがいいよね。こういうちょっとお茶目なとことかね。考えないノート。考えないノート。ははは。え、ミリコらしいな。まあ。もうなんか自由帳みたいになってるな。今回は算数のノートに国語の、ちょっとあれも書くよ。国語のノート忘れちゃったし、みたいな。そうだよ。そうね。かわいい。誰だ？え、ミリコの似顔絵？なんだ？すすやま。あ、そうか！そうだそうだそうだ！そうしよう！水飲ませよう！いっぱい。定着しちゃう前に、流しちゃおう。よし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 、水がぶ飲みしようぜ。水っぱらにしよう。ジョンたちにも教えてあげよう。水っぱらになっちゃうよ。ダメよ。お願いよ。あなたの飲む姿が好きなの。もう、やばい、水中毒になっちゃうよ。一日なんか、うおー。あ、やばい。出てこい、出てこい。すす出てこい。悪いすす出てこい。大丈夫？あー、まだ治ってない。すごいな。すごいな。強行し、なんて言うんだっけ、こういうのって。強行治療じゃなくて。対症療法じゃなくて。荒療治だな。頑張って戻ってきて、ミリコ。あ、涙が。出てこい、出てこい、出てこい。すすを全部吐け。戻ってこい、戻ってきて。涙と一緒に、すすを全部。辛いよな。ひたすら水を、思い出した。ああ、洗脳されてる。イエス！
おう、俺にも聞かせてくれ、その秘密の話。お。ああ、やっぱり。規則、人間はいるんだな、外に。おお。これは人間だっぽいな。おお、出た。あの悪いやつ。おお、なるほど。まあ、疑いもせず信じて、こう、捧げてるわけか、貴族として。献上品？あ、人間か？うわー、やったわ、これ。やってるわ。これを生き人形にするのか。あなたとあなたとあなた、みたいな。ああ、コーヒー飲ませてやがるぜ。うわー、マジか。コーヒーです。ああ！うわ、こうやって新しい筋肉がどんどん来るんだ。冒頭にこんなシーンあったな。やばいな。このシステムを作り上げて何がしたいんだ、本当に。うわ、新しい仲間だけど、なんかこう、生い立ちというか、この出来方を知ったら、出来方を知ったらちょっと、わーってなるな。喜べない。うん。うわ。真実か。人形なんかじゃないよ。優しい子で。かわいい。かわいい。生き人形が人間なんだぞ。かわいい。なに、癒しや。えらいな、いい子やな。おお、そういう風になるのか。なるほど、なるほど、なるほど。ああ、いい関係性や。でもなんかそうなるとさ、ケイト様は必然的に死が確定するわけなんだけど、それは悲しいなぁ。嫌だなぁ。ケイト様も人間になれないかなぁ。ジョン様とか。誰だ？ああ、顔のない人形。ラムかなぁ。いない。無理やりとっ捕まえないか。あ、なんだ、パンが落ちてるぞ。無理やりとっ捕まえてラムかどうか確認するのか。水をガブ飲みさせよう、ラムも。ショーン？うん。うん、あー、ケイトか。あら、交流できないけどね、でも。あはは。覗いてたんだ。ユリ見守り。そうなんだ。恋文渡したの。来てなさそう。あ、来た。あ、これショーンについても。
結構大きいな。さあ、なんでケイトだけ知ってるんだ、それを。ラム追いかけてんじゃないかなと思うんだけど。じゃあ俺は何なのだってならない？あ、ちょっと水飲ますよ。メガネしてるし。メガネしないって言ってたよね。砂。言い返してたもんな、ショーンは。物足りなさを感じている。出会った頃から自我が作り上げていくって感じなのか。気づけ気づけ。お、これを言ったらどうなる？何を言ってるんですか？そうね。まず話を聞いてくれたりするけどね。お、やばい。男の鉄拳。なんか、ジョンいいな。顔を傷つけても関係ない。殴って戻すのか。殴らなきゃいけないんだ。お、受け止めた。殴り返した！あ、やばいやばい。心の中のショーンが。そうだそうだ。なんかもう友達みたいだね、ショーンとジョンは。やばいやばいやばい。こうやって、血と一緒に煤を出そう。ああ！へえ、いいパンチ持ってんじゃねえか。それでこそ、俺の生き人形だぜ。戻ってきたか。水飲む。あ、戻ってきてる！そうだ。すごいな。でもなんか、じゃあ俺は何なんだろうってならないのが、ショーン様、大丈夫かな？そういう風に思い詰めそうなタイプなような気がしなくもないけど。さあ、ルイズ。ああ、ルーも戻ってきてよ。ルーはでも変わらないよな。でもどっちかっていうと。洗脳を受けようが受けまいが。あ、でも違うな。でもリッキーと触れ合って心を取り戻してたもんな。お、来た、ルイズ。ルイーズ様はルイーズ様で可愛いな。同期で会議しよう。そうだな。この失踪の原因が不明なのがきついよね。あ、やばい、イライラしてる。パトリック様もイライラしてるじゃん。パトリックさんもイライラしてるぞ。エミリコを無下に扱うな、みたいな。何？
精神に干渉できるの？鈴の操り方を知らないんだ。うん。ああ、これ誰だ？ああ、そうか、新しい生き人形か。誰？何？どういうこと？え、ラムって言わないよね？早く言えよって怒ってるぞ。え？エミリコはなんで、目隠しされて。え？紅茶？軟禁されてる。ピアノのエドワードだ。エドワードじゃない。エドワードじゃない。真実を知ったから？なんでだよ。なんで明るいんだよ。うん。おー、確かにな。まあ、それは、どうかなっていうところなんだけど。パティック。おー、仲間できた。ルイーズもいい子ね。おー、いいねー。おー。よしよし、助けよう。あら、真っ黒クロスケ。なんだ、監視のすすか？エミリコ、ええー、ここで終わりか。てってってって、あー、ジョワイ、ジョワイ、ワン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 。まあ、ルーもリッキーも喋んなかったわけだな。ルーとリッキーも戻ってこれるかな。いやー、やばいな。え？エドワード女性って書いてあったぞ、今。え？あれ、エドワードなの？喋ってんの？カズユミさんって書いてたけど。え、あの紅茶が踊ってるって言ってたのエドワードなの？どういうこと？性別もやつ、え、そんなことないだろ。え、なにこいつ。ちょっと待って、エドワードが、ちょっと待ってください。なに、あれですか？なに ?TS ってやつですか？ ちょっと待って、わかんない、わかんない。わかんない。ちょっと混乱する、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 混乱する。ああ？ええー、でも来週最終回か。ええー、なんか面白くなってきたのに。いやー、もし、なるほど、なるほど。このささやかな犯行から始まっていくわけや、シャドウハウスの。あー、やべえな。新しい生き人形も来ちゃったしな。ラムたちはこれエンディングでいるけど大丈夫かな？無事でいるの？ラム、顔のない人形になっちゃったけど、水飲めば治るんじゃないの？思い出さないかな。はい。というわけで見終わったわけなんだけど、いやーよかったね。ミリコ戻ってきて。いやーよかった。本当に安心した。水飲んで、ショーも戻ってきたからね。まあ、あとはルーとリッキーも戻ってくるのを待つだけだよ。
なんかいいよな、本当に。エミリコのことパトリック大好きだね、パトリック様。うん。なんかもやっとしてたね、エミリコをバカにされて。ああ、いいんじゃないでしょうかっていう感じなんだけどさ、ちょっとさ、あ、何話まであんのかなと思ってちょっと調べたの。この、あの、ホームページ見て。で、ブルーレイのこの情報を見る限り13話まで、はい、やるらしいから、多分来週で最終回ではないみたいね。うん、みたいで、まあでもさ、僕、ホームページを見てさ、衝撃を受けちゃったんだけどさ、ラムがいなくなってんすよ。ラムがいないの。あのね、ラムがいないの。あもう、これもう完全に退場ってことでいいのかな？復活しないかな、ラム。なんであんな魅力的なキャラを退場させてしまうんだ。頭が良くて優しくて、エミリコと波長が張ってるのに。顔のない人形にされちゃった。本当になんか辛えな、本当に。ああやってさ、あの、顔のない人形ってこう顔を隠してるじゃん。こうさ、ペラってめくったらラムだったってなったらもうさ、僕はもう精神が耐えられないよ、本当に。いやでもこれエミリコがさらわれたってことなのか。そうか、あの配給をしてる、この、何？エドワードが、こうさらったっていう感じなんだろうな。なんでエミリコをさらったんだろう。さらうんだったらケイトじゃないか？でも。難しい。よくわからんな。エミリコをさらう理由っていうのがわからん。自力でこう洗脳を解いたっていうのがバレたのか。わからん、本当に。いや、こんだけ謎が多くて、まあもうそろ終盤っていうのがね、すごいもったいないところではありますね。こっからどん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 話が2点3点していくと思うんだけど。いやー、マジでやばいな。こう、新しい機人形をこうさ、こう仕入れるというかさ、また、連れてくるところとかもやばいよな。まあ多分さ、最初はさ、多分、最初のこの、生き人形の真実を知らない時だったら、おお、新しい仲間だって思えるけど、いや、このなんか現状した瞬間にさ、いや、お前やめろよっていう風になっちゃうよね。うん、おじい様やばいな、本当に。何が目的なんだ、ここまでして。まあ、地盤を固めるっていうのはもちろんあるんだけど、だったらわざわざこう、不出来なというよりも、わざわざこんな風にお披露目って言って、こう、なんか落とすような、落としめるような制度を作る必要もないんじゃないかなっていう風に思うんだよな。まあ本当にダメなのは弾くべきなのかもしんないけど、なんかわざわざああいう風になんか危険な目に合わせる理由っていうのはない気がするんだよな。忠誠心を高めさせるためなのか？こう、やっぱりケイトたちと、ケイトや駅人形とシャドウの絆を深めることによって。でもさ、あれだよな、なんかそんなことは無駄だみたいなことも言ってたよね。なんか、エドワードはエドワードでなんか企んでそうだよな。おじい様を乗っ取ろうとかそんなこと思ってんじゃないの？かっこ女性って書いてあったらもうすげえ気になるし。いや、やばいわ、本当にマジで。いやー、13話か。なるほどね。まあ、今回も楽しみに見ていこうかなっていうふうに思いますので、ぜひとも、よろしくお願いしますっていう感じで、まあ今回のまとめ、はい、いきます。ズドン。チャンネル登録、お願いします。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。エミリコ帰ってきてよかったとか、本当によかったマジで。絆やケイトと、ジョンケイトートイとか、ジョン様ショーンとか、いろいろと、お待ちしております。本当にね、パトエミも本当にいいですね。わあ、こっからいろんな人間関係が深まっていくのが見たい、っていう感じで、まあ、こんな感じで今回は終わろうと思います。以上、シャドウハウスでした。バイバイ。